さんこんにちは、ヤマイです。今日はクリスマスのイラストをアンティーク風な感じで描いてみようと思います。ちょっと前回の動画から結構間が空いてしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、先日ディズニーシーに遊びに行ってきまして、まあ今回の絵とは全然関係ないんですけど、今日はその話をしながらやっていこうかなと思います。ちょうど今 C が15周年っていうことで、クリスマスとね両方被っていたので、飾り付けとかもすごい綺麗でした。最近はそういうのを見ながらこうゆっくりとブラブラするのが好きですね。昔はね、アトラクションにこういかにたくさん乗れるかみたいなのを重視して楽しんでたんですけど、最近はその飾り付けと、あとはショーを見たり、あとね食べ歩きをするのが好きですね。期間限定とかに弱いんで、期間限定メニューみたいのを出されるともう制覇したくなっちゃいますね。ショーがね、見たいのがたくさんあったんですけど、テーブルイズウェイティングが見れなかったんですよ、時間的に。来年の3月で終わっちゃうらしくて、で今ちょうどクリスマスバージョンになってるってことだったので、最後に見てきたかったんですけど残念でした。見てきたショーは、クリスタル・ウィッシュ・ジャーニー、パーフェクト・クリスマス、アウト・オブ・シャドー・ランドと、カラー・オブ・クリスマスはちゃんと見れました。基本的に私、キャラクターを間近で見たいとかはあんまりないので、遠目にこう全体を眺めている方が好きですね。開演ギリギリに行って、後ろの方から立ち見するみたいな感じです。特にね、水上のショーは全体を見ていた方が個人的には楽しいかなって感じですね。ただね、パーフェクトクリスマスに関してはちょっと失敗したなと思って、いつも通りこう海を見渡せる高い位置から全体を見てたんですけど、前半全然海使わなかったんですよ。あれと思って。リドアイルとかミッキー広場で着ぐるキャラクターたちが踊っていて、で、後半から船に乗ってやっとサンタさんが登場するみたいな感じだったので、前半何も見えなくて、音楽しか聞こえない感じだったので、これに関してはちょっと失敗したなって感じでしたね。クリスタル・ウィッシュ・ジャーニーは、15周年記念のやつだったんですけど、こっちは全体を眺める感じでも楽しめたかなと思います。でもね、端っこの方でね、一人ぼっちで全力で踊ってるお兄さんがすごい可愛くて、そればっか見てた。夜にカラーオブクリスマスを見て帰ったんですけど、これがね、ちょっと個人的に微妙だったかなって感じでしたね。最近のショーとかアトラクション、映像ありきな演出が多い気がしまして、プロジェクションマッピングをね、投影したりとか、あとは LED で映像を出したりとか、そういうこう、こまごまとした演出みたいなのに凝ってるなぁとは思うんですけど、まあ、それはそれでね、綺麗だし、今っぽくていいなって思うんですけど、自分的にはもっとこう、ダイナミックさみたいなのにね、重きを置いてほしいなって思ったりしますね。どうしても自分の中でね、ブラビッシーも超えるショーがないんですよね。あれめっちゃ良くなかったですか？今みたいなこう、細かなね、演出はなかったかもしれないけど、骨組みとか丸見えでさ、ちょっと武骨な感じが逆に好きだったんですよね。水上全体を使ったダイナミックな
演出がね、迫力があってよかったなって。テーマもね、火と水でシンプルだけどワイルドさがあったよね。かっこよかったな。炎の熱がさ、こっちまで迫ってくる感じが、あれがすごかったなって思いますね。またブラビッシュもやってくれないかな。アウト・オブ・シャドー・ランドも初めて見たんですけど、こっちもね、映像がありきな感じだったんですよね。まあ綺麗なんだけど、確かに綺麗だしすごいなって思うんだけど、前の方が純粋にダンスが楽しめて個人的には好きだったかなって思いましたね。序盤でね、お手手握り合ってイチャイチャしてる男の子二人組が可愛かったから、まあ、謎の方向に期待値が高まっちゃったっていうのもあったけどね。あと食べ歩きはね、骨付きソーセージとミックスナッツプレッツェルとポテトチュロスとカフェオレチュロスとミッキーカステラケーキとクッキーサンドとモナカストロベリーオレとミックスベリーミルクティーと夕飯にユカタンベースキャンプグリルのスペシャルセットとホットチョコレートカクテルを飲みました。もうね、食べ過ぎてひたすら苦しかった。こんな苦しい思いしてまでなんで食べてんだろうって思ったけど、それでも食べたいのよね。二律背反なこの気持ち。ホームページにさ、おすすめメニューとか載ってるじゃないですか。ああいうの見てるとね、どうしても食べたくなっちゃって。でもディズニーの食べ物って結構当たり外れがある気がするから、買わなきゃよかったってちょっと後悔することも多いんですけど。前にね、ポークライスロールを買ったら、まずすぎてやばかったあれ。まあ、もしかしたらね、買ってから少し時間が経ってから食べたせいもあるかもしれないんですけど、ちょっとね、べっちゃべちゃしてて、あれはね、口に合わなかったかなーって。個人的にはね、ポークライスロールのすぐ近くで売ってる骨付きソーセージとプレッツェルがすごい好きなんですよ。バーナクルビルズってとこなんですけど、そこの裏にね、スペースがあって、座って海を見ながらね、食べるのが至福のひとときですね。ビール飲めたら最高なんだろうなって思うんですけど、私ビール飲めないんです。モナカストロベリーオレがね、ハート型のモナカが乗ってるのを見て、写真で。それがすごい可愛いなと思って買ったのに、溶けてべちゃべちゃになった状態で来てがっかりしました。しかもね、あずきって書いてあったから、モナカの中に粒あんが入ってるって思ったら、ドリンクの下にあずきが沈んでてそっちかいってなりましたね。味的にはね、モナカもあずきもいらないと思った。あとポテトチュロス、これがね、結構並んでて人気なんだなと思って、ポテトだからスイートポテト的なものを想像して期待しつつ買ったんですけど、買ってみたらね、みたらし団子みたいな匂いがして、あれと思って、そしたらね、しょっぱいやつだったんですよ。もちもちしてて、まあ、これはこれで美味しいなと思ったんですけど、甘いのだと思ってたから、ちょっと拍子抜けしました。クッキーサンドとカステラケーキとかは無難で普通に美味しかったですね。あとね、ミックスベリーミルクティーが結構美味しくて気に入ったかも。あとね、浮き輪マンも好きなんですけど、今回食べなかったな。今度食べよう。こんな感じでね、食べてばっかりいたので、アトラクションはインディ・ジョーンズとタワー・オブ・テラーの2つしか乗りませんでした。なんか、ディスってしかいない気がするけど、でも楽しかったんですよ。楽しかったの、本当に。充実したいい一日を過ごしましたよ。
はい、完成しました。今度これを印刷して、紅茶染めとか焼きを入れて、エイジング加工をしてよりアンティーク風な感じでメッセージカードを作ってみようかなと思っています。動画にするかはちょっとわからないですが。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ツイッターもやっているので、ぜひぜひフォローしてください。